地上最強の男との出会いが傷つき踏みにじられ、そして果てていく。そんな姿を見ることを誰よりも望んでいる。彼女の内に秘めた残虐性を裕次郎は最初から見抜いていた。女はどこだ？血も止めていた女だ。俺の子を産め。普通の母親ではなかった。当の裕次郎が求めたものは己に向かってくる馬鹿の強さ、ただそれだけ。どうしてあいつは惚れてくれないの？弱いから、弱いから、お前が弱いから。を倒したなら俺のこと愛してくれますか？抱きしめすぎだぜ親父。母さんも抱きしめていた。泣いていた。我が身と引き換えに俺を救おうとした。